さあ今日はねこちらいただきものです。いただきもの、こちら佐藤水産のいくら醤油漬け。これでねめっちゃうまいんですよ佐藤水産は。これ佐藤水産いくら醤油漬け、これいただきものでございます。ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。北海道でございますね。でこのいくら、いくらでも食べれますよこれいくらだけに、いやいや違うわ、これはね、大好きな。イクラちゃん、イクラちゃん、今日はイクラちゃんで、イクラ丼だよ。行くよ、イクラちゃん。ちょっとご飯よそってきます。手術できない患者を放置してグルメしてます。よろしくお願いします。ビールとイクラで風になってしまえ。痛風だよね。さあじゃあちょっとご飯にねもうシンプルなやつが一番いいですよね。で、まあ、このイクラちゃんはね、ちょっと美味しいイクラ知ってますけど君には教えません、美味しいイクラ教えてくださいよ。ちょっと なんで君に教えないですか。腎臓イクラ、いやこちらね、でこれつぶつぶちゃん、お久しぶり、ウィー、お久しぶり。じゃあこれね、しかもね、なんかね粒ぞろいですよ。ご飯を乗せるご飯を乗せるエマージェンシーコールいやこれはやばい。これ1個ねいくらすんだろう、いくらだけにいくらですかこれは。めっちゃ高そうだよね佐藤水産の。やばい、これはやばい、これはやばい。カレー、カレーはかけちゃダメだよこれ。塩分過多でございます。仏ヶ浦ドライブインで食ったのはいくらじゃないか。これ全部のせ、全部のせっちゃうこれ。いや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 、これ食べれるから。じゃあ乗せるだけで簡単でございます。めっちゃいるよこれ。いやーこれちょっとここまでいったら全部ぶっかけちゃうか。もういっちゃおう、全部いっちゃおう。もうこれBB弾あったねこれ。全部いっちゃおうもうこれ。ぶっかけましょう。全部ぶっかけちゃいましょう。全部いっちゃおう。うわ見てこれ。しょっぱいかな、ちょっと行ってみますとりあえず。うえー。いただきます。いただきます。これはうまい。どこ行ってもいくらしかない。うん、やって後悔、いやあれはイクラとウニ丼でめっちゃ使ったけど、ウニがちょっと気持ち悪くなっちゃっただけ。うん。食パンないんだよな。やばい。え、4300円？そんなすんだこれ。え？マジで？4300円すんのこれ。ちょっと戻す一回。いやうめえよこれ。違う違う、うますぎるでしょこれ。4300円すんのこれ。うん、ちょっとねちょっとこれ誤解じゃない、うん、いや全然食辛さはない。うんうめえ、なんか旅行に行った気分だね。うん、一パック全部いっちゃいました。イクラちゃん最高だよ、最高だよイクラちゃん、ありがとう。うめえ。今日そのビールのケースで4300円で買ったから同じ価値だね。うん、嫁にはあげる。これ嫁ちゃん本当ごめんなさい、俺だけ楽しんでごめんなさい。こういう嫌味やってるからレベル13のままなんだよ、うんうん嫌味やってるって何？やばいねこれ。ご飯もうちょっと入れた方がいいねこれ。うん。一口300円ですかこれ。贅沢やな。きゅうり乱切り納豆といいね。うん。ちょっとニコ生初心者なんで。うん。うん。
そんな経ってましたっけ7年目でしたっけ。うん、なんかね、ご飯とイクラの量がね半々。でもよくさ、なんかそのイクラ丼を5時間33分ぐらい持たせると聞いて、うん、いや50 1年目で14は食いつぶレベル、うん、これはうまい。ちょっとこれはね、新しいスタイルいきますよ。新しいスタイル、うん、ちょっと新しいスタイルいくわ。お酒飲めウーロン茶豆乳。いや、これ新しいスタイル。今更だけど YouTube バーって長く、うん、YouTuber ずっとなってんの。これ新しいスタイル、いくら丼をライスで食べます。ちょっとね、だんだんとしょっぱくなってくるから、うん、今日はトリマが、うん、ドットいないです。アホの子、うん、達人ケダマ、イクラどんどん。イクラどんどんです、これ。イクラ丼をおかずにご飯食べるタイプ、うん、そうです、これ新しいスタイルです、これ、うん、これさ、こういうようなさ、なんかなんていうの、お店なんかできちゃったらさ、結構珍しいから繁盛しそうな気がする。うん、繁盛しない気がする。お茶漬けにしないの？お茶漬け？お茶漬けってどうやって作るのこれ。お茶漬けもいいかもしれないね。なあ、また佐藤水産うまい。いいね、俺も佐藤水産大好きなんですよ。うん、うまい。お茶とかだし汁とかを注げばいいぜ、うん、よくこんな時間に食べるわ。お茶がない、お茶がないんだから。お茶漬けはないわ、うん、明太子じゃないね、お茶漬けない。よくこんな時間にご飯食べるわね。いやいや、いや、佐藤水さんからもらってないですよ、全然。うん、あんこが東京行った時に塾講師といくら丼の店に入って3000円くらいいくら追加しりゃく。パンクさん、うん、これはね、もう寝ろ、もう眠れない、興奮しすぎて。今日寝れるけど、パンクさんが東京行った時に塾講師といくら丼の店に行って3000円くらいいくらを追加した。3000円くらいいくら、いやね、これはね、うん、もうロッキー状態ですよ、ロッキー、うん、生卵を飲んでるような、うん、例え悪すぎた。いや、もうね、なんか飽きない、全然。なんかね、岩手県の旅のやつはね、ちょっとあのウニはね、ちょっとやばかったけど。ウニの瓶詰めね、うん、これはね、全然いける。てか、ビールも飲んじゃってるから、もう痛風が、うん、まあ、魚卵がね、魚卵、達人キラマ、岩手を敵に回したぞ、うん、いやいや、岩手はめっちゃいい県だったですよ、本当に。見てるよ、うん、ザワ。これからあの、ちょっと動画、ペテチは難民放置にまくって何敵ごとに威嚇するの、うん、まあ、まちまちですね、ピピはね、うん、難品はまちまちですね、本当に。なんかご飯がめっちゃ進むよ、これ、うん。でもこういう食べ方の方が俺は面白いと思う。こんな食べ方ってあんまないでしょ。あるかもしれないけど、でもこういうのって思い出になるじゃん。糖尿病の常連さんがいたのにこの配信スタイル、うん、糖尿病の常連さんがいたのにこの配信スタイルでした。ありましたね、糖尿病の人いらっしゃいましたね。 S 字は30万でビットコインでたくさん仕込んでるからやりたい方法、うん、30万で、ね、ビットコイン、ね、仕込みましょう。いくらどんどん、いくらどんどんね、おすすめ。しかも新しいスタイルだから、これ新鮮さでね、かなり美味しいよ。いい、無理してない、うん、全然無理してないこれ、うん。ちょっともう一個、もう一杯いこうかな。これ炭水化物注意ですよ、これ。もう不健康仮面でございますから、完全に。
いや。スーパー行ったらいくら買ってしまうかもしれない。うん、いくら買ってしまうかもしれない。ご飯をおかずにご飯食ってる。うん。マヨご飯をおかずに。よくないの。スーパー行ったらね、もうイクラと出会ったらもうこれ運命ですよ、これ運命、うん、買いましょう。貧乏人は筋子を少量で済ますんだぞ、うん、いや、筋子筋子はね、結構各地の筋子食べましたけど、うん、殺人ペダは、うん、要するにバランス悪かったんだな。バランス悪かった、いや、そんなことないですよ、うん、バランス良くなってます、これうん、ご飯入れる必要なくない。いや、これが美味しいんですよ、これ、うん、わざわざ皿にご飯入れる必要性なくない、これが美味しいんです。明日は痛風になってなんか病院運ばれるのかな、これ。あー、お酒飲んでな、これ。うん、職場に戻れるね。うん、職場に戻れるね悲しいよね、これ。うん、代表無敵の丼、うん、ご飯を丼に入れます。うん、ご飯を乗せます。ご飯焼く、おいしいわ。代表無敵の丼はご飯を丼に入れます。ごま油入れないの。さらにご飯を乗せますご飯かけご飯、うん、ごま油入れない。だからその素材を楽しんだ方がいいです、これ。うん、殺人毛玉、うん、先生何やってんすかって言われるの。うん、いや、言われないですよ、それ。うん、まあでもこのね、砂糖水産は最高。うん、本当にね、砂糖水産系の食べ物ってほとんど美味しいから、これ。うなこってまだいるの。うん、うなこさん、うなこさんは、うなこさんいないかね、今。いやね、ほんとマジうまい。うん、いい。あー、もう最後だ。名残惜しいけど終わりです。いい思い出になりました。うん、ちょっとね、旅先でね、やりたくなるよ、ちょっと。本場の砂糖水産行きたくなる。この後、病気になった方が思い出に残る。うん、いや、この後、病気になったが思い出に残るよ。いや、病気になったら余計思い出に残るけど、恐怖でしかねえわ。いや、砂糖水産、美味しかったです。うん。